こんにちは、倉町接骨院久松です。今回はパニコッサ起きた時の対処法ということでお話しいたします。前回前々回とね、それぞれパニコッサを防ぐためにセロトニンを増やそう、そしてパニコッサが起きそうな時の心構えということでお話ししました。今回実際起きたらどうするか、それについてお話ししますね。もしパニコッサ起きたらまずやってほしいのは水を飲む。はい、水を飲むとかなり落ち着きます。もしゴーッとなってる時にね、水を飲みづらいかもしれない。もし飲めるんだったら水を飲んでください。それが一つ目です。そして二つ目は落ち着くまで腹式呼吸です。腹式呼吸も呼吸がしづらくなってる状態なんで、もうやばいやばいってなっちゃいます。その時にあえて呼吸を大きくする。そうすると落ち着きます。もう口から全部もう吐き出して、吐き吐いたらあとは吸い込むしかないですから、吸い込む、出して、吸い込む。これを落ち着くまでやるようにしてみてください。こうすると呼吸が多く入ることによってパニコッサが落ち着きます。それ3つ目の対処法はツボです。もうパニコッサを送った時にもうツボを、落ち着くまで押していただけるといいです。ツボは私は3つおすすめします。どれでもいいです。合谷というツボ、内観というツボ、老朽というツボ。まず合谷なんですけども、でここはこれ、ね、親指のラインと人差し指のライン、これが交わるところです。ここは5個、これを小指方向に、小指方向に向けて押していきます。これは5個と申し、これはね、落ち着くまでゆっくり押してみてください。それは1つ目。2つ目は内観というツボです。内観はこうですね、手首のシワから指の真ん中から指3本下がったところ、手首曲げてシワから指3本下がった真ん中、ここを落ち着くまで押す。これから内観のツボ。そして3つ目のツボが老朽というツボになります。手を軽く握って中指と薬指の間のところ、ここは老朽、大体手のひらの真ん中ぐらいですね。これを落ち着くまで押す。もうどれでもいいです。合谷でも内観でも老朽でも、合谷でも内観でも老朽でもどれでもいいです。あなたが押しやすいツボを発作が落ち着くまで押してみていただけるといいです。そしてこの際の思考なんですけども、これはもう前回の動画と共通するんですけども、これはもう来ても大丈夫だというふうに思ってください。そしてこれで死ぬわけではないと思ってください。そしてこれは脳の誤作動だと思ってください。ということで弱気にならないように、やばいどうしようどうしよう死んじゃう死んじゃうと思ったら、発作収まるものを収まらなくなります。ですから弱気にならないで、水を飲んだり落ち着くまで腹式呼吸をしたり、落ち着くまでツボを押すというのをやってみてください。それより、パニック発作収まってきます。そして発作が収まったことにより自分で力で収めることができたら、それがあなたにとって自信になります。そう、パニック発作収めることができたら、あなたはもう来ても大丈夫って思えるようになります。そういう思考ができるようになると、より発作ってあなたに近づきづらくなります。ですから、もし発作が起こってもしまったら、今回の対処法をぜひぜひやってみてください。ということで、今回の話、もう一回まとめると、パニック発作起きたら、対処法は水を飲む。飲めたら飲んじゃいます。そしてもしくは落ち着くまで腹式呼吸、もう肺思いっきり吐いて全部吐き出したら吸い込む、鼻から吸い込む、もう腹式呼吸落ち着くまで、もしくはツボ、親指のラインが交わるところ、これを小指側に押す、合谷、そして手首のこのシワから指3本下がったところ、真ん中の内側、手の指で、軽く曲げて薬指と中指の間のところ、老朽、これをそこまでゆっくり押しましょう。そしてこの際の考えなんですけども、でも大丈夫だって思って、これで死ぬわけじゃないんだって思ってください。そしてこれは脳の誤作動だっていうふうに思いましょう。まあこれ前回の動画でね共通するんですけど、弱気にならないようにしてみてください。それでパニック発作を乗り越えて、そしてそれを自信にしましょう。
ということで、パニック発作の、ね、対処法についてお話しました。もしあなたが、パニック発作がたびたび起こったりとか、またそれ以外の自律神経の症状、または心の疲れ、体の疲れ、内臓の疲れでお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経や整体で、あなたの体の疲れ、心の疲れ、内臓の疲れ、回復することをお手伝いします。当然、パニック障害お持ちの方、発作が出ない体になるようにお手伝いします。また、あなたのご自宅が遠方であった場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世、移動して人に体を触られるということで不安や心配がある場合、そんなあなたのために、自宅にいながら、パソコンやスマートフォンの画面を通してエネルギーの調整を行うオンライン遠隔整体というのを私やっております。これでしたらあなたに触らずに、あなたは家にいながらお体を回復していくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートで、ご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は同じなんですけれども、1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問に動画でお答えしていきます。またご希望の方がございましたら、皆さんと、いらっしゃる方全員で、画面で共有しながらエネルギーの調整を行う合同のオンライン遠隔整体もやっております。1対1の、ね、オンライン遠隔整体に比べると効果は下がりますけども、やった方からは手足が温かくなった、よく眠れたという声をいただいております。みんな、ね、私のライブ配信よろしければご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。